はい、こんばんは。ちょっといろいろと考えるところございまして、とりあえずニコニコ動画に僕のネット大衆紙ブルーカラーのアカウントを作りました。もしよろしければご登録いただけますと幸いです。で、今後の動画のアップの仕方をご説明させていただきますと、YouTube とニコニコ動画両方にアップする場合、あとニコニコ動画のみに動画をアップする場合というこの2つがあると思います。ですのでニコニコ動画の方も、まあ、チャンネル登録っていうんですかね、ご登録いただけますと、ニコニコのみにアップした場合はご覧いただけるというふうになると思います。ただですね、 YouTube にはこのままチャンネル登録していただいたままで大丈夫です。もちろん YouTube の活動も続けてまいります。ちなみに本日作成した動画、作戦名ルビコン世紀の大スクープもニコニコ動画でご覧いただけます。で、ニコニコ動画と YouTube の作品の違いなんですが、まあ、YouTube は今までと変わらなく今までのスタイルで作っていきます。で、ニコニコ動画の方は、またちょっと違った視点の作品といいますか、踏み込んだ意見などを申し上げる場合に、ニコニコ動画にアップしてまいります。ですので YouTube でも毎日動画をアップしていきます。とりあえずのご報告でございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。